前回は北海道留萌の町からオロロンラインを北上して稚内の町を目指しました。途中甘エビ丼、美味しいものを食べたりしつつ、どこまでもまっすぐな道を走っていきます。夕日もとても綺麗でしたね。そして稚内の町へ到着したのでした。さあ今日も出発していきましょう。今日も雪はないですけど、路面は凍ってますので日陰は注意して走っていきます。よっしゃ。それじゃあ4日目スタートです。時刻は朝の9時、今日の気温は0度です。ちょっとね、この稚内の宗谷パレスの方とお話をしてたんですけど、12月上旬のこの時期に雪がないなんて本当ありえないことらしいですね。11月上旬に降った路肩の雪とかは雨で溶けることはあっても、こうお天気が良くて溶けるなんてまずないし、この辺は常に風も強いのに、風もなくて穏やかだし、本当にね、ヤクさんはいい時に来られましたねって、そう言われました。はい。でもまあ気をつけて、走っていきます。今日は宗谷岬ですね。ついに日本最北端の地、宗谷岬を目指して走っていきます。その後はね、あんまり決めてないんだけど、少しずつ南の方に南下していこうかなと考え中です。それじゃあ稚内の街を走っていきます。今宗谷岬へ続く238号走ってます。海に突き出たこう岬へ向かっていく感じはね、いつもいいんですけど、宗谷岬は日本最北端の地なんで、またね、特別な思いがありますね。よし、もうちょっとで最北端ずっと走らせていきます。遠くにね、宗谷岬のあれが見えてるかな、多分あれだと思うんだけど、いよいよ宗谷岬が近づいてきました。もうカーブを一つ抜ければ宗谷岬か。いやー来たぜいやーなんかドキドキしてきたんだけど、もう少しです。さあ着いたぜ宗谷岬。おー久しぶりだな宗谷岬。冬の宗谷岬、勇気はねえけどあー着いた。宗谷岬に到着です。はい、宗谷岬到着です。あそこでちょっと写真を撮りましょう。宗谷岬です。 Z で来ました。冬の北海道、日本最北端の地、宗谷岬です。よっしゃ、それじゃあ宗谷岬を出ていきましょう。来ちゃったね、冬の宗谷岬、最北端の地に来たね。よいしょ。で、今日はこれからね、どこまで行こうか実は決めてないんですよね。なんですけど、ひとまず、南下していって、江差の町まで走っていこうと思います。まあそこから今日どのように進むかっていうのを決める予定です。江差の町まではあと90キロですね。走っていきます。さあ今度は最北端から南下していきます。この辺りは日陰になっているせいなのか雪が残ってますね。なんかね、雪があるところとないところ、本当に景色がコロコロ変わって、そういうのを見どころですね。でこういったところは凍結に注意しつつ走っていきます。今は大丈夫だけど、朝とか夜は凍っちゃいそうな、そんな路面ですね。よっしゃ、江差の町を目指して海沿いを走っていきます。冬の江差ぬか線はこんな感じです。
雪は少なめですけどね、この田んぼにうっすら雪が積もっていて、少しね夏と違った景色に見えますね。であとはね、まあ、相変わらずこう先が霞むようなまっすぐな道なんですけど、夏と違ってこう人がいないですねここは人気な道路ですので、夏だとバイクがね走ってたりするんですけど、今日は僕の貸し切りですさあ時刻は12時です。こちらにねちょうど北オホーツク浜頓別っていう道の駅がありますので、ここで休憩です。よいしょ、休憩休憩。はい、道の駅で、美味しそうなクリームチーズのパンとショコラドーナツと、あとね帽子を買ってきました。で手編みの帽子らしいんですけどね、ちょうど頭が寒かったんで買ってきました。どうしようか、おこれはいいわじゃあパンを食べます。いただきます。中にチョコが入ってます。うちのクリームチーズはどうかな。いただきます。なんかさっぱりめのクリームチーズで、上は甘いカラメルで美味しいです。ようこそカニの町伊佐市町へということで、伊佐市の町に到着です。ひとまずここまで来たんですけど、これからですね、山の中内陸の方を南下していきまして、音威根府とか標津、名寄、そういったところに目指して走っていきます。今日泊まるとこ特に考えてないんだけど、もう時刻13時、日没まであと3時間ぐらいなんですね。明るいうちにこう山の中を走って町の方へ抜けていきたいと思います。伊佐市の町は、ああ結構雪が積もってんねそれじゃあ走っていきましょう。さあここから国道238号から道道12号線歌登方面へ右折していきます。ここからね、海沿いの道から山の中へと入っていくルートに変わります。どうだろうね、山の中越えていくからね、雪が増えるかどうかちょっとドキドキしながら走っていきます。道道12号線道端のパーキングに来てます。ここは一面雪だらけでね、ちょっと面白そうだったんで寄りました。でね、これが僕の足跡なんですけど、その隣によくわからない足跡があります。なんだろうねまあそんな感じ。休憩したらまた走り出します。それじゃ行きますか。雪とここはアイスバーになってるね。ここはトゥルトゥルだよ、トゥルトゥルだ。こういう雪の上は結構グリップしちゃうね。よいしょ、行きましょう行きましょう。冬ドライブね、楽しいね今のところはねこの先どうなるかわからないけど、うん、うひゃー下り凍ってるぜ。ちょっとブレーキ、あ意外と効くわ。大丈夫大丈夫、でも橋の上パリパリ凍ってるし、あでもブレーキ効くわ、すごいなよいしょ。でも過信は禁物だ、気をつけて進んでいこう。今ビフカっていう町に向かって走ってます。時刻は15時です。そろそろ夕暮れの時間ですね。早いですね。今朝の稚内の宿の方も言ってたんですけど、名寄とか旭川の辺とか内陸部は雪が多いらしいんで、まあね、注意しながら走ってますけど、本当にね雪が結構積もってて、一面銀世界を楽しみながら走ってますね。はい、順調に走行中です。
少し道の駅で休憩してました。なんか外が寒いなって思ったらマイナス3度だそうです。そりゃ寒いわけですね今日もね、夕日が綺麗だぜ。はい、それじゃあ旭川の町へ向けてずっと走っていきます。街にやってきました。時刻は17時40分です。今日はね、旭川の街のネットカフェに泊まろうと思います。昨日は豪勢に宿に泊まったんで今日は節約ですなんかスーパーで何かご飯を買ってネットカフェに潜り込みます。今日もよく走った。はい、ネットカフェ到着です。今日もよく走りました。ビールで乾杯。お疲れ様です。うまい。今日はお寿司を買ってきました今日はね 20% 引きだったんですけど、美味しそうだったんで買ってきました。ホタテいただきます。うまい。それで今日はね、ダイヤのエースっていう漫画を読もうと思います。ね、北海道野球が熱くなりそうですからね。それじゃあ明日も北海道を南に走っていきます。どこ行こうかな。それじゃあおやすみなさい。次回はかなり冷え込むようです。気温はマイナス5度。街中も霧がかかっています。こんな寒い時はやっぱりラーメンでしょう。そしてこの度初めての雪上走行で Z は雪山を目指していきます。次回、白輪の世界。